鳥取県境港市、水木しげるロードに設置されている、鶴瓶落としのブロンズ像。鶴瓶落とし、または鶴瓶おろしとは、京都府、滋賀県、岐阜県、愛知県、和歌山県などに伝わる妖怪、木の上から落ちてきて、人間を襲う、人間を食べるなどと言われる。大正時代の郷土研究資料、口丹波公秘集にある口丹波の交渉によれば、京都府、 蘇我部村朝ザ高では、鶴部おろしは、茅帳の木の上から突然落ちてきてゲラゲラと笑い出し、野行すんだか、鶴部おろそか、ギーギー、と言って再び木の上に上がっていくと言われる。また蘇我部村の時事で言う鶴部おろしは、古い松の木から、生首が降りてきて人を喰らい、放食するのか当分は、現れず、に、三日経つとまた現れるという。同じく、京都の船井郡、富本村では、 ツタが巻きついて、不気味な松の木があり、そこに、鶴瓶おろしが出るとして恐れられた。大井村あざ土田でも、やはり、鶴瓶おろしが人を食うと言われた。岐阜県久世村地球では、昼でも薄暗いところにある大木の上に、鶴瓶おろしがおり、鶴瓶を落としてくるといい。滋賀の彦根市でも、同様、木の枝にいる、鶴瓶おろしが、通行にめがけて、鶴瓶を落とすと言われた。 和歌山県海南市黒江に伝わる玄読年間の妖怪談では、古い松の大木の根元にある鶴瓶を通行人が覗くと光るものがあり、小判かと思って手を伸ばすと鶴瓶の中へ引き込まれて、木の上へ引き上げられ、木の上に住む鶴瓶落としに脅かされたり、そのまま食い殺されたり、地面に叩きつけられて命を落としたという、山岡元隣著、山岡元上編、古今百、 物語評判より、二週間の鶴瓶おろし江戸時代の怪談本、古今百物語評判では、鶴瓶おろしの名で、大木の精霊が、火の玉となって降りてくる妖怪が描かれている。同書の著者、山岡元隣は鶴瓶おろしという回を、木が木かど金水の五つの層に変転して、万物をなすという五行説により説明しており、雨の日に木より降りてくる火、ということで、 自から木から火の相生をなすことから、大木のせいだと述べている。五行の変化は、季節の移り変わりようなもので、若い木はまだ生を十分に尽くしておらず木の木を満たしていないので、次の木を生ずるに至らない。大木となって初めて火を生ずる。その日も因果なので雨の日に現れるという、鳥山赤燕の妖怪画集、ガト百鬼夜行では、古今百、物語評判で、 火の玉として描かれた、鶴瓶おろしが鶴瓶として描かれている。このことから、昭和、平成以降の妖怪関連の文献などでは、鶴瓶落としは、生首や鶴瓶が落ちてくる妖怪、鶴瓶は、木からぶら下がる怪花、といったように別々の妖怪として扱われていることが、ほとんどだが、本来は、鶴瓶落としも、鶴瓶と同様、木から、 鶴瓶のようにぶら下がる開花だったとする説もある。水木しげるロードに設置されている大元紙のブロンズ像。鶴瓶落としに類する妖怪はほぼ日本全国に類事例があるものの、ほとんどは名前のない怪異であり。鶴瓶おろし、鶴瓶落としの名称が確認できるものは東海地方、近畿地方のみである上、鶴瓶が落ちるのもそれらの地域のみであり、その他は木から火の玉が落ちてくる。 焼けた鍋が落ちてくるなど、火に関連したものが多い。例えば、山形県山の部町では鍋おろしといって、子供が日暮れまで遊んでいると、杉の木の上から真っ赤に焼けた鍋が降りてきて、子供をその鍋の中に入れてさらってしまうと言われる。島根県鹿野足群津和の町、笹山の足谷には、大元神を祀る神木と祠があり、周辺の木を切ると松明のような火の玉が落ちてきて、 大怪我をするという記述がある。静岡県鴨郡中川村では、鬱蒼とした木々の間に大岩があり、そこに毎晩のように放禄鍋が下がったという、青森県の妖怪の異事故も、木の小から火が降りてくるものとの解釈もある。ありがとうございます。